誰も教えてくれない学校 ICT の失敗,の失敗皆さんこんにちは品田です、えー、今日はデジタル教科書の失敗についてお話ししますデジタル教科書がようやく展開されそうですねすでに教員用は使っているよとか生徒用も使い始めましたという学校もあると思います先日デジタル教科書を使った授業を見る機会がありました中学生の古文の授業でした経験も豊富な先生で デジタル教科書も使いこなしている感じでしたデジタル教科書の音声読み上げに従って音読の練習をしたり教科書内にポイントを書き込んだりしていました現代語訳のところでは一文ずつ訳を考えながら教科書に書かれた訳を確認していました授業を進めるためのワークシートのプリントもしっかりと用意されていました授業としてはスムーズで精度もしっかり取り組んでいてデジタル教科書を使った模擬授業として 安心して見られる授業なのだと思いますただ気になったのはこれは果たしてデジタル教科書でやる必要があったのかということです紙の教科書でやっていたことをそのままデジタル教科書で行っているように見えました確かにこれだと今までの授業スタイルを変えずに済みますだからこれからデジタル教科書を使おうという先生には安心だと思いますでもそれではデジタル教科書にした意味はあるのでしょうか 紙の教科書だったら先生に読んでもらわないと音読の練習は難しいと思います。でもデジタル教科書なら音声で読み上げてくれます。教室で先生に指示されながら全員でやる必要はあるのでしょうか紙の教科書だったら先生が役を説明してくれないと難しいでしょう。でもデジタル教科書には現代語訳が収められていて生徒は自分で確認することもできます。先生が説明する前に 役を見見ようと思えば見られますもちろん生徒が自分でどんどん学べるなんてことはなかなかありません教室で先生に指導を置きながら学ぶことが必要な状況がほとんどでしょうだからといって授業スタイルが同じままでいいのでしょうか教室で初めて音読練習するのではなく自宅で音声を聞きながら予習として練習してくるのも可能ですよねせっかくワークシートのプリントがあるのであれば 現代語訳もある程度自分で進められたかもしれませんそうすれば単に読み方や現代語訳だけで授業は終わらず文章の内容にもっと踏み込んでいく余裕が生まれたんじゃないかと思いますこうして授業での時間を少し効率化することで本当に授業の中で先生が指導しながら学ばなくてはいけないことや教室でしかできないグループワークなどができるようになるのではないでしょうか ICT を使えば授業の効率化が可能だと言われます。実際に効率化は可能です。前回効率化についてはお話ししましたが、デジタル教科書を使った効率化も考えて授業スタイルはやはり変えるべきだと思います。昔のやり方をそのままに今の教育を行う、これからの教育を行い続ける、それで未来につながるのでしょうか 今日はデジタル教科書の失敗についてお話ししました。ありがとうございました。はいはいはい